はい、皆さんこんにちは。リフォームの達人プロデューサー山崎徹です。今日も早速いきたいと思います。後悔しない洗面台リフォーム5つのポイントということで、あるある失敗実例紹介パート2。昨日ですね、後悔しない5つのポイント洗面台リフォーム上げさせていただきまして、2つだけちょっとご紹介させていただいたんですね。で、今日は残りの1つパート3ということで3番目お伝えするんですが、おさらいになります。後でも出てきます。5つのポイント、1番、2番、昨日覚えてらっしゃいますか？理想の洗面サイズ、そして750しか置けない、戸建ての場合が多いかなと思うんですね。もしくは古い、集合住宅の場合も750ということになるんですが、理想の洗面サイズというのは、3つの機能がありますよ。洗面があります、浴室、実際にお風呂上がり、そして洗濯機も置いてます。そういった中でですね、実際に物を置いたり作業をしたり掃除をしたりということで、やはり収納作業ができるということで、洗面台、これが広くないといけないということ、それから収納力、これもしっかりと収納できないという、そういった観点から、間口の幅がだいたい1000から1500ぐらい、洗面化粧台と呼ばれるものからですね、システムドレッサーに変わっていく必要性がありますよというお話を丸一番でさせていただきました。そして実際には入浴、洗面、洗濯といったものが散らかりやすい、収納場所の確保、こういったことが必要。ただし750の場合置けないですよね。この限られたスペースの中でどれぐらいの、お手入れ性と収納力、この2つについてはそれでは特にですね、750しか置けない場合について気をつける点ということでご紹介させていただきました。特に壁のところ、カビてきますよね。横の壁、パネル貼りましょう。それからオープン棚は、3面収納にするということによって収納力も確保しましょう。さらにですね、このところですね、壁のところ。そして、ちょっとした収納、ちょっとした置ける場所、十分隙間を収納力として確保しましょうということで、こんなボールの前のところも収納してますよね。こういった工夫がとても大切なポイントになります。そして単なる引き出しではダメですよということで、今の通常のよくある収納というのは青色なんですけれど、この奥まで、この黄色の部分までさらに収納があるか、750の場合はですね、特に引き出しの収納にすることによって開きよりもやっぱり取り出ししやすいです。開きにすると入れっぱなしになってですね、もう奥まで取り出しできないですよね。ただ引き出しにすると配管があるということで、これ大切なポイントになります。奥まで取り出しができる、奥まで収納がある、この引き出しが、750だからこそなお一層必要になりますというお話をさせていただきました。はい、ということで私の、番組ではですね、システムキッチンの失敗しない選び方であるとか、お風呂のランキング、今住宅産業新聞のコラムなどですね、いろんな情報発信させていただいてます。ぜひチャンネル登録、 LINE 公式、いろんなフォローチェックしていただければと思います。はい、では今日も早速いきたいと思います。昨日5つのポイント、先ほど挙げさせていただきました、1番、2番、こちらでしたね。で、今日は3番、間口の1200以上の理想の洗面、特にマンションで築20年ぐらいだとこのサイズ多いんですね。実際にはですね、よく言われるのが、私の動画見ている方はまたかっていう話かもしれないんですが、戸建てとマンションがあると、マンションの方が住宅設備は先行です。住宅設備のいいものっていうのはマンションから先に入っていくんですね。これはどうしてもですね、戸建て、とマンションっていう風にどっちにしようかなと思われた時に、マンション行った時にやっぱりちょっと狭いですね、戸建てに比べると。ただしマンションになるとですね、住宅設備がいいものが入ってるんで、なんか快適性がある。実際に、マンションを見るとこれからの住宅設備の先行が見えるということなんです。ただ、マンションの場合ですね、幅広のいわゆる間口が1200、そういった洗面カウンター多いんですが、このリフォームの商材っていうのが結構まだまだ少なかったんですね。あったんですが上位クラスしかなかったんです。ところがここに来て、ようやくここ10年ぐらいですかね、マンションのいわゆるドレッサータイプと呼ばれるカウンタータイプ、これがかなり収納、それから機能ともに充実、そして価格帯も上級の最高級からちょっとこう中高級ぐらいですかね、ぐらいまで下がってきてます。ということで、今日お届けするのはですね、洗面台でしたい ② ③、整理整頓とお肌のお手入れ、今の洗面より良くしたいということで、小さい洗面の方もぜひですね、同じ750だから750に変えるということではなくて、実際に幅が広い洗面、
これがなぜ必要なのか、理想の時やりましたね、1500ぐらいあればいいんだけれどということで、1000から1500ぐらい、この洗面がなぜ必要なのかということの商品を見ながら解説していきたいなと思います。間口1200以上の理想洗面、まあ1000から1200なんですが、私は1200以上欲しいなと思います。まずですね、前回もやりましたよね、タオル類、それから化粧品、スキンケア、それからドライヤーも1本じゃないですよね。それから掃除、バケツ、こういったもの、物が散らかりやすい収納場所が必要ですということで、間口1200以上、これが理想の一つの洗面のサイズというふうになります。そして実際に例えばの例ですけれど、間口1200以上あるとですね、900の、まあ、洗面ボウル、そして隣に間口300以上の収納、いわゆるタオルとか掃除道具とかドライヤー、そして化粧水、こういったものがこの縦列のところに入るわけなんですね。もちろん750の洗面にして450でも1250いけます。ただちょっとですね、900ぐらいの方がカウンターのボールのところにちょっと物を置けるんで、カウンターがやっぱり狭くなっちゃうんですね。900ぐらいは攻めてほしいかなということで、今回900の洗面プラス間口300収納以上というふうに挙げさせていただきました。これがもう一つのパターンなんですね。750、900に対して収納をつけるパターンよりも、よりカウンターを広く使ってあげる、こういったタイプですね。これちょうどですね、この商品面白いのがオクターブのスリムという商品なんですけれど、マンションの中で言うと昔のそのカウンター、もう少し奥行きが浅くてですね、ちょっとこう出っ張るんですよ、枠にっていう場合あります。そういった場合はこういった入り口のところは430で、ボールのところ、ボールは広く使いたいですね。ボールのところだけボコッと出て、そしてまたスリムになっている。これあのスリムタイプっていうのは、これをこう収納にもできるので、洗面台の収納はちょっとこう奥義浅くしたいっていう場合、脱衣場の空間を広く作るためにこういったスリムタイプあります。今日お届けするのはこのカウンターですね。カウンターが広くなる、それでどういったメリットがあるかということなんですが、やっぱり2人並んで使いますよね。前回洗面のところでやりましたけれども、朝の洗面台混雑しませんか。そしてドライヤーをやっている隣で歯磨きをする、コンセント横の壁に必要ですよね。よくあの洗面化粧台にここにコンセントあるから便利なんですって言いますけど、全然あそこのコンセントではなくて、しっかりと横の壁にもコンセントぜひ設けてもらいたいんです。ついついですね、洗面化粧台にコンセントがあるので横の壁にコンセントを設けない方非常に多いです。これぜひ工務店さん、リフォーム会社と打ち合わせして横の壁にコンセントをすることをぜひお勧めしたいと思います。やっぱりなんか歯磨きしてるところにドローンとコードをはわした状態で水でやったらまたコードにかかりますよね。やはり2人並んですることを考えると、横の壁でコンセントしてドライヤーとかをしながら、もう1人の方は洗面で歯磨きをする、これは理想じゃないでしょうか。そしてタオルリング、これもですね、洗面化粧台のところの取っ手のところにタオルリングあるからいらないかなっていうふうに言われる方いらっしゃいますが、やはりこのタオルを拭くっていうのは下だとまたこちらの方の下のところに垂れたり、そしてやはり横の壁のところにしっかりタオルリングを設けていく、こういった打ち合わせが必要になります。それと一人一つじゃないんですよね、タオルリングって。一人に一つだとですね、やはりなかなか足らない、もう特に今手を洗うということで一人に一つずつぐらい、例えば私のところ横の壁、右の壁二つあるんですけど、それとカウンターのところにも、そんな、形でですね、タオルリングはしっかりと何個いるのか打ち合わせしていただければと思います。さらにカウンターが広いこと、並んで作業ができること以外に、やはり3つの要素ありますね。洗面だけじゃなくてお風呂に入るということになりますので、着替え、それから出た時のバスタオル、タオル類、それからドライヤーをする時にも、ドライヤーをちょっとこう仮に置いたりするための仮置きスペースになります。そして化粧パックするために、化粧パック出してきておくための仮置きスペースですので、冒頭お話したように、やはり750の洗面だとちょっと狭いので、せめて900ぐらいが欲しいというのが、仮置きスペースがある程度広さが必要ですよということで、1200以上あるのであれば900と300としましたということで、仮置きのこの部分と化粧パック、タオル類、着替える、こういったものが作業台として置けるのが間口1200以上。こちらちょうどボール部分が750で、作業スペースが450、こういったスペースであれば非常に理想かなと思いますね。そしてその下のところ、ここもユーティリティに使っていただきたいんですね。洗面化粧台、やっぱりこうコットンとかティッシュとか、
そういった面でゴミ箱を置きたいですね。もしくは脱衣カゴ、これをオープンのこの場所に入れておくことによって、すっきりと、脱衣場に転がらない、オープンの棚を置くことによって上のところをこういったタオルを置いてもいいですし、ユーティリティにフリーに使えるスペースがこのオープンスペースになるということです。もしくは棚を外してそのまま椅子を置くこともできます。ですので例えばお風呂上がりボディケアをされたい女性、一番冒頭お話ししたところありましたよね、女性の場合男性と違ってですね、いろんな洗面脱衣場に対する思いというのは非常にやりたいことしたいことあるかと思います。そういった面でボディケアもその一つということで、ゆっくりとボディケアをしていただく、そのためにこちらに椅子も置けるというのは非常に嬉しいこの1200のスペースかなと思います。そうするとやはりですね、特にマンションの場合はそんなことないんですが、寒さ対策も必要になってくるかなと思うんですね。そういった時もこの洗面化粧台、ゆっくりボディケアするための商品として、こういった快適冷暖ウォールキャビネットがあったりですね、もしくは単品でこういった洗面所の暖房機、こういったご用意もありますので、ぜひですね、単なる洗面化粧台750に置くだけではなくてですね、ゆっくりとマグチ1200でボディケアをしたり仮置きをしたり、ゆっくりと洗濯をスペースの確保ができるスペース、そういったことも必要じゃないでしょうか。寒さ対策の場合はエコ窓、こういったことも必要ですね。結果的にはヒートショックにもつながるということで、寒々しい脱衣場から暖かいお風呂からまた寒い脱衣場から暖かい寒い暖かい寒い、危ないですからね。はい、では今日のまとめとなります。間口1200以上理想の洗面、こちらがどうしても必要ですよということで、間口750からできるならば間口1200以上の理想の洗面にしていただきたい、そういった収納力、それから着替え、タオル類、仮置きスペース、化粧パック、脱衣カゴ、寒さ対策も必要ですということでお届けいたしました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。いつもですねこちらの番組毎日毎日お届けしてるんですが、ぜひですね関連動画、こちら他のキッチン、お風呂お届けしてますので、ぜひ、この機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、リフォームの達人プロデューサー山崎徹がお届けました。また明日。